スキーアスプイスはニューヨークに拠点を置く民間のアメリカ企業でウェブサイトの構築とホスティングのためのサービスとしてソフトウェアを提供ユーザーは事前に構築されたテンプレートを使用し要素をドラッグドロップしてウェブページを作成することができる創業者であるアンソニー・カサリナはメリーランド大学在学中にブログホスティングサービスとしてスキーアスプイスを開発 彼は2004年に会社を設立し、従業員は2006年まで彼のみでありながら100万ドルの収益を達成している。同社は2010年から2015年までの5年間で従業員が30名から550名に増加した。2014年までにベンチャーキャピタルで総額7850万ドルの調達に成功し、事業は e コマースツール、ドメインネームサービス、 アナリティックス、さらにはコーディングバックエンドをドラッグドロップ機能に置き換えるなど拡大している。マンハッタンにあるスクエアスペースの本社カサリナはメリーランド大学に通いながら自分自身のためにスキーアスプリースの開発を始める。その後友人や家族に共有し大学のビジネスインキュベータープログラムに参加。彼は2004年1月に スキーアスプイスを公式に立ち上げ、父親から3万ドル、大学からの助成金及び300人のベータテスターから資金提供を受ける。当時、カサリナは同社唯一の開発者兼従業員であり、大学寮の実質で働いていた。2007年にカサリナが卒業するまでに、スキーアスプイスは年間100万ドルの収益を上げるようになる。彼はニューヨーク市に引っ越し、 雇用を開始し、2010年までに30人の従業員を雇った。その年、スキーやスプイスは、ベンチャーキャピタル資金調達の最初のラウンドで3850万ドルを受け取り、さらに多くのスタッフを雇い、ソフトウェアの開発を続け、マーケティング予算を倍増する。2009年から2012年にかけて、年間売上高は平均266%増加。 2014年4月には、さらに4000万ドルの資金を受け取る。2015年までに、売上高は1億ドルに達し、従業員数は550人に達した。スクエアスペースは、2014年から、2015年、2016年、2017年と2018年に、米、スーパーボールの広告スポットを購入。2017年の広告は、優れたコマーシャルに送られる。 エミー賞を受賞。さらに同年、ニューヨークニックスとスポンサー契約を締結し、スキーアスプイスのロゴをユニフォームに追加した。2017年のユナイトザ・ライトラリーに続き、スキーアスプイスは5万8000人の署名を集めた、請願書を受け取り、人口統計グループに対する偏見、または像に対する利用規約に違反したとして、ウェブサイトのグループを削除。 2017年にはさらに2億ドルの資金調達を行い、その価値を17億ドルに押し上げた。この資金は投資家からの利益を再取得するために割り当てた。2018年、スキーアス・プイスはマディソン・スクエア・ガーデン・カンパニーと提携し、企業家に3万ドルを授与するメイク・イット・アワーズを立ち上げた。2016年現在、スキーアス・プイスは100万を超えるウェブサイトをホストしている。 ユーザーは事前に構築されたウェブサイトのテンプレートを使用してテキストや画像などの要素をドラッグドロップして追加する。開発者はユーザーに販売されるカスタムテンプレートも作成。画面上の指示は SEO や e コマースの設定などについてユーザーにガイドするものになっている。スキーやスプイスは最初はブログを作成してホストするために構築された。 2011年、スキーアスプイスはバージョン6にアップグレードされ、新しいテンプレート、グリッドベースのユーザーインターフェース、およびその他の機能強化が行われた。2013年には、クレジットカード決済会社、ストライプとの統合など、e コマース機能が追加。2014年に公開されたバージョン7は、コーディングバックエンドをドラッグドロップに置き換え、 さらに Google Apps for Work や Getty Images との統合を追加。さらに多くの機能が導入された。2016年、スキー s スプイスはドメインの販売を開始し、g o d a d d y とのより直接的な競争に入った。さらに、アナリティクスダッシュボードと PayPal 統合を追加。ありがとうございます。